カフェステラと死神の蝶。感触がぬいぐるみとか着ぐるみじゃなくて本物って感じしました。そうであろうとも、公爵たるもの毛並みには常に気を使っておるからな。毛づくろいの後毛玉とか生えたりするんですか？それを聞いてどうするのだ貴様は。バックヤードにでも猫草置いておいた方がいいかなって。そんなものは食わぬ。はい、後でギュッとさせてください。カンナよ、メイはこうも尻滅裂であったか？いい感じに壊れてますね。好感度アップです。メイさん落ち着いてください。閣下の話はまたにしましょう。はい、あまりにも閣下がかわいすぎて、すみません。